食べたかな。はい。っていうのと、あとね、私のお知らせの日でございます。じゃあちょっとお知らせします。デデリーン。はい、この度ですね、舞台ドール、アットマークアトリエファンファーレ高円寺でですね、あの舞台がなんと行われます。で、期間がですね、2023年12月13日水曜日から12月24日月曜日まで、結構ね、あの長い期間、1週間弱あります。なのでね、この日空いてないっていう方でも、あ、この日は行けるっていう日が多分この中ではあると思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。チケットの発売日が11月の12日の日曜日12時からとなっております。詳しくはツイッターの X の、固定のツイートを見てくださると分かりやすいかなと思いますので、そちらの方チェックよろしくお願いいたします。はい、あとこれ、このドール、舞台ドールの、A チーム B チームっていうのがありまして、私は B チームの方に出させていただきますので、お間違いのないようによろしくお願いいたします。はい、あ、2週間弱、そうだ、2週間弱やりますのでよろしくお願いいたします。で、私の役の名前が、吉川京子という、役でございます。はい、そうなんです。ありますので、ドキ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 、ありがとうございます。ありがとうございます、くまちゃん、ありがとう。はい、手に入れます、頑張ってください。そう、このドールっていう作品はですね、元が本なんですよ。リリリン、こんな感じのドール。はい、そうなんですよ、トロイメライで。なんかこの作品自体が高校生、女子高校生5人の物語、主に5人の物語なんですけど、まあすごいね、青春、まあ、思春期の時代ということで、いろんな悩みだったり、まあ、いろんあのキャラクターごとのね、悩みやったりとか、まあ、だけど高校生らしさ、あどけない感じだったりとかがある中で、まあね、いろんな葛藤がありつつ、最後にはちょっとね、その、まあ、5人で自殺を図ってしまうという、結構なんか、これを聞くとね、あ、重たい感じの内容なのかなみたいな思っちゃうと思うんですけど、まあ、確かにね、その中身を見るとすごい少女たちのね、さまざまな葛藤が描かれていたりとかするんですけども、さっき言ったように、高校生らしいシーンが意外とね、そういうシーンが多いので、まあ、めちゃくちゃ重たくなく見れるんじゃないかなと思っております。はい、で、稽古とかもどんどん始まっていく来てるので、まあそれをね、皆さんにちょっと見ていただけたらいいなと思います。はい、からさん、目2個ありがとう、あさんさん10個ありがとう。いや、発表なのに、まあ確かに、ね、いやでも、ね、ちょっとツインテールしようかなと思ったけど、なんかそう、ツインテールのキャラなんですよ、私。なんかそう、私のキャラクターの吉川京子ちゃんはね、結構気が強めのキャラクターで、そのこの本の、登場人物みんな、そう、泉みどり、恵子、麻里、京子って感じの並びなんですけれども、京子ちゃんは強めの女の子で、ちょいヤンキー系も入ってるのかな。なんだけど、まあ設定的にはちょ、まあ、どこまで行っていいか分かんないけど、まあでもツインテールです。そんなに来てくれるの、嬉しい、ありがとう。こんばんは、高めツインなんですけど、こんばん、こんばんは、グッドワーさん10回ありがとう。そうなんです、ツイン、まさかのツインテール、そう、違う、ドールです。あ、別の舞台、あ、そうそう、なんかね、違う、ドール、多分同じ作品なんだけど、原作がね、けど、違う舞台もあるので、多分
こんばんは。サイトメッセね、すごい青春って感じ。キャツビキャツビ。もみさん10個ありがとう。そうなんです。あ、そう、舞台東京なんだよね。高円寺、そう。高円寺近くにあの劇場がありますので、そこでやらせていただきます。ツインテール見に行かなければ。ありがとう。大阪ね、そっちでもやりたいよね。ほんとわかる。あっさんさん10個、 BPM さん10個ありがとう。そうなんです。あ、20個ありがとう。 BPM さん、かまちゃんさんも30個、ありがとうございます。コン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 、トプティのお嬢さん、こんばんは。はい、って感じでございます。はい、まあそしてですね、そしてまあそっちももちろんございましつつございましつつですね、まあ今日は何の日ってさっき言いましたけれども、ちょっともう開けちゃったのあるんですけど、リリリリッリリーン、もうこじゃ開けちゃった。ポッキー&プリッツ&トッポの日ということで、ちょっとねこの3点セットを私はちょっと買ったんです。あ、黒、そっ、今日黒。そうだからなんかちょっとなんかカラー的に赤、ポッキーやったら赤かなと、赤と黒、赤と黒にちょっと今日はしました。そうなんです。トッポ好き、え、わかる。そのなんか一応これをね、あ、別の日あるんだ。あ、そうなんだ。じゃあこれはちょっとあれか。フルコンプですよ。フルコンプだどん、フルコンプだどんです。いいね、良い。タメパンダさんありがとう。ちょっとポッキーを食べながら配信しようかなと思います今日は。あ、こっちに食べてるね。ポッキー、みんなポッキー食べる。くまちゃんさん結婚してありがとう。かわいいもありがとう。お、マリーの見たいからちょっと調節してくれ。あ、そうで、あのね、同じチームに吉田あかりさん、同じ事務所の方がいるんですよ。いいね、もうファイトもありがとう。かわちゃんさん、髪飾り、そう、リボンいただきます。 ASMR。 うまい。うん、たまたま手元にポッキーの冬のきらめきキャラメたまたま、たまたまあるもんな。しかもなんかすごい限定商品みたいな。あ、 10月、あ、もう10日、あ、もう過ぎとるやんけ。こんばんは、こんばんは。マリナさん言っていいの、ぜひぜひぜひ、もう皆さん来てください。もう本当にね、本番も長いので、なんかもうね、私もなんかめちゃくちゃがっつり稽古始まるのは13日からなので、そのもう連日みたいなのはね、そうだからちょっと緊張だし不安だしみたいな、もうね、不安不安です。そう、大丈夫って感じ、不安ですよ。久しぶりの舞台だし。そう、豆大福、あ、いいね。うん、今日草野球でバーベキュー行ったらポッキー置いてた。そういうことか、そういうこと、そういうこと、うん、ポッキーね、意外とね、ポッキーの日みんな忘れがちなんで忘れないでください。うん、うん、甘いもの食べないの？甘いもの結構私はもうめちゃくちゃ好きタイプなので、極細ポッキー、あ、うん、あるよね。え、でもね、私はどっちかというとこの普通のと、あとアーモンドがついたやつが一番好き、ポッキーやったら。こんばんは、こんばんは。いい音、あざま、あざま。トペティのお嬢さん、ハートありがとね。
そう、吉田かさんでも同じ見えないよね、大人っぽいんです、同じ事務所の方。好きな層、好きな層なそなそ、こんばんは、くぼんさん、くくりょうさん、くくりょうさん、トッパハン、そうなのねえ、楽しめるといいな。アーモンドクラッシュ、そう、アーモンド好き、美味しいね。焼き目指し、焼き目指し、焼き目指し、絶対ポッキーとかけ離れてるじゃんうん、うん、あ、なんかあった、本当にたまたまなんや。一本ください、あげません、あげません。うん、大輔さん小判10個ありがとう。うん、最近なかなか置いてない。あ、そうか、そうかな、なんかある、ある意味結構自分見るよ。うんうん、わさびさん、タコありがとう。そう、クリスマスのイブ、あ、そう、クリスマスのイブに千秋楽なんですよだからみんなとクリスマスイブを過ごせますそうなんですよ。うん、もう一回の旦那さんさん、ハートチェックありがとう。ボンさん、ポンさん、ポン16さん、ポン、ポン、ポンさん、うん、こんばんは。うん、うん、仕事ね、仕事とかね、そうだよね、大変だよね、みんな調節とか大変だよね。スンタンさん、ありがとう。10個10個、私をください今度何か買います。お、じゃあポッキー1本あげるんで、ポッキー一箱ください贅沢すぎた、かわいい、ありがとう。もぐ、そう、もぐもぐ配信、エイリュウさん、こんばんは。町岡に行ってくるか、町岡に行ってくるか、そう、舞台なんかね、本当にもうね、ちょっと不安ですね、不安、不安、不安ちょっといけんけど年内ね。いや、なんかなんだろうね、みんなと会えるのもそうなんだけれども、なんか、いや、でもね、なんか、なんかすごいね、今回うん、今回ちょっとなんかより一層、なんか本当その久しぶりっていうのがちょっと緊張を呼んでいますそう、時代から、あー、確かにね、確かになんかそういう時期にみんなとちゃんと会えてるかも。会えてない時ってあんまないよね、正月とかそういうね、クリスマスとか年末、年末、年末の最後の、今年最後の人頑張りということですな。うん、こんばんは、ズーミーさん、グッドアースさん、ジュージューありがとう。じゅう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 、なかなか買い物行けないから久しぶりの休み。おわ、おうと、嬉しい、クリスマスプレゼント、やった、プレゼントプレゼント、プレゼント、嬉しい、やったね。サンタさん、サンタさんってさ、やっぱね、あの、独り立ち、巣立ちした人にはくれない節があるから嬉しいね、経験を積んでね、本当そうだよ、経験積んでいきたいと思います。経験大事だよね、経験が自信となり、そうです、血と汗と涙キューキューさん、こんばんは。トップティーのお嬢さん、ありがとうね、頑張ってください、ありがとう。スニキエダさん、ありがとうございます。マリナさんの10代最後の、あー、確かにそうだよね、なんかさ、もうさ、20歳近づいてくるんだけど20歳が近づいてくるよ。こんばんは、こんばんは、出まかせプリンスさん、信じる人には来るんじゃない、サンタさん来るかな、来てほしいな、だね、だね、あなたよく可愛いって言われませんか可愛いですか、
かわいい。うん、そうですね、みんなに言ってもらいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな言ってくれるの嬉しい。花束ありがとうね。はい、ありがとう。告知ありがとうね。モブさんも用意周到すぎてびっくりするんだけれども、本当ありがとう。すごいよ本当に。すごすぎる。近いとる、書いてくれてる。舞台は舞台後に感想会やったりプレゼントは再生するのも楽しい。そうだ、あ、確かにそうだね。な、本当に舞台ってさ、その組っていうかによってさ、全然やり方とかさ、まあ、もちろん稽古もそうだし、本番のなんかね、流れとかもそうだけど、全然違うから、みんなにね逐一報告をしていきたいと思います。こんばんは。サイダニメタラさんこんばんは。ひろひささんこんばんは。可愛い手術を受け入れてください。受け入れがたい。そうそう、頑張って受け入れます。うん、そうだね、受け入れよう。あ、でもね、そうそうそう、なんかそれこちょっと話全然変わるんだけど、さやかりんもね、さやかりんの話。さやかりんアイドル時代の後輩ちゃんなんですけれども、年的には先輩なんですけど、そう、ちょっと今度また会えるかもしれないから、ちょっと楽しみ。そう、だよ、おめでとう。あと、この間グリアリ、おお、パフィーさんいたの？いたのか。そう、グリアリ、グリーンアリーナにちょっとだけ出させていただいたよ。楽しかったね、本当に楽しかったです。アリンコとも会えた、みんなに会えた、そして家族にも会えた。幸せ、ハッピーハッピー。人類史上そんな褒めてくれる、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。復帰できる喜びを感じてます。ありがとう、ありがとうね。マリナちゃんはロマンチストだから、観覧車のてっぺんでプロポーズしたらめっちゃ喜ぶだろうね。うわー、プロポーズねー、プロポーズ、うわ、難しいよね。プロポーズってさ、どういうのがいいのかな。多分そういうのってどんどん変わっていくんだろうね、理想のシチュエーションが。もうそれこそ年を取るにつれてどんどんなんかね、私はあんまりそのああいうのやってほしくない。あの、あ、なんだっけ、あれなんだっけ、あの友達じゃない、あの全体、その周りを、周りにパフォーマーの方が、そう、仕掛け人でいて、でなんか曲が流れて、ふんふんふんはーみたいな、やってくれるやつ、あれ私絶対やってほしくない。あれはダメ。あ、そう、フラッシュモブ、そう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 、フラッシュモブはやらんでほしい。そんな目立ちたくない。うん、なんか、うん、そこまでじゃなくて、難しいね、プロポーズとか。なんかもうでも分かんないよね、どんどんさ、もうそれこそ20歳とかさ、ね、あの年を取りにつれて現実味が帯びてくるのか知らないですけれども。スマイル、スマイル、あ、スマイル、弟あっくんさんこんばんは、こんばんは。おすすめのアイドル教えてほしい。まあ、おすすめのアイドルは、ST48 の峰吉ありさちゃんです。うん、ほいほいさんありがとう。じゅこんばんは。ひろつぐさ、スマートさんありがとう。バラ6本ありがとうございます。舞台おめでとうございます。ありがとうございます。あー、イルミネーションね、なんかさ、最近ちょっとだけイルミネーションみたいなない？たまーに、たまーに、たまに。でもイルミネーション私本当に好きなんですよ。そういうお祭りごとめっちゃ好きやから、あれ行きたい、あのクリスマスマーケットってやつ。なんかすごいさ、クリスマス
何イルミネーションの近くですごい屋台じゃないよね、あれなんだろう、お店みたいなんか出てるやつ。ささやかりん、こんばんは、サンタクロース東京ではのかな。配信がない日々、いやなんかまあ夜とかはできるかもしれんね。さやかりん、さやかりんの演技とか見てみたい、どんな感じなんやろうか。本当に今回の舞台の役が全然今までと違うし、自分のキャラでもないって感じだから、なんかだからこその多分不安もあるんだろうね。なんかちゃんとその京子ちゃんをになれるかなみたいなっていう不安があります。こんばんは、こんばんは。うん、というか なんだかんだ新年にさやかり、あ確かにそうじゃん、なんかさやかりんってさ確かにね、なんか年明けとかさ、年明けだよね前会ったの、1年じゃ1年そっか、じゃあ前会ったのはほぼほぼ1年ぶりぐらいだったってことか。すごいね、なんかあっちゅうまだ、あっちゅうま、うんうん、反対側だった、あそうなの、うん、今夜もマリーナが可愛くてくまったくまった可愛すぎてくまった、くまちゃん、くまちゃん、くまちゃんの耳持ってないわ、地味に。こんばんは、こんばんは、今もやふきゃんふきゃんひゃんこばや、あ、あにが、あにはくわやいこあね、最近よく来てくれるな、ハート、うん、だるまも40個、50個ありがとう。ポテトの日でも、え、なんか多すぎん、ちょっと、今日は、虹くれた、誰くれたん、あ、ひやこくさんが、インディアイヤホン、うれしい、虹だ、虹がかかりました。だいたいさ、棒みたいなやつは今日が記念日っていうことで OK ポテトもさ、あのさ棒状じゃん、うん、見てくれとる、だるまありがとう、今までふっちゃんロッチューさん、うん、公開プロポーズ、わーいやー、分かんない、なんかでも今は、今の私のじゃあプロポーズの理想のプロポーズは、今現段階19歳の私のやつはプロポーズか、うわーむずいね、なんかさレストラン、なんかすごいさ最上階みたいなさレストランのところでなんかでもいいなと思ったけど、なんかそういう時って外の方が良かったりするのかな、ご飯そういうとこで食べてで、なんか屋上みたいな、よくわからん広がったところで、ね、膝ついて、あ、膝ついてほしい膝まずいてほしい膝まずいて、あのパカッてやってほしい。あさあさあ、ありがとう、キャンディージューム3つありがとう、2人きりおばんです、何結婚に嫌なあ、ゆいもおめでとう、本当に、皆さんこんばんは、あいちゃんレベルアップ、ありちゃん、赤レンガ、あーね、赤レンガ倉庫有名だよね、御堂筋ねー、そうなの、御堂筋って言ったらさ、あのさ弱虫ペダルだっけ、御堂筋って言ったよね、え、だよね。ダブザさん、レインボーのおしありがとうございます、高めつに、うん、なずいね、新しい自分に、ディズニークリスマス2023、わーお、今私今さすごいユニバ行きたいんだよねなんかわかんないけどユニバ行きたい、誰と行こうかな、
ディズニーやったらさ、誰がいいかな。なんかね、それこそあ、またあゆみんなんですけど、あゆみんと行きたいねって話もしてるし、するし、そう、それこそそのね、地元が同じ、よくあの出てくる、まあ愛さんなんですけれども、あの愛さんにしとこう、いや待って違う、 A さんか、 A さんなんですけれども、可愛い子ね、そうとも行きたいねって話してるし、ちょっと、ね、ディズニーってなんかあれだよね、約束かぶりがちだよね。こんばんは、こんばんは、ジオさん、自分のキャラじゃない役だよね、ほんとそうだよね。誰、え、なん、あ、機材調節、すごい、頑張ってくれ。奥細ポッキャとトッポ買いました。あ、いいね。あ、トッポは10月の10日らしいよ、さっき聞いた。大ケタ、よろしく、よろしく、ありがとう。あ、もめさん可愛い、ありがとうね。素敵な舞台になりますよ、ありがとう。可愛い、超えてます。あ、あざまママ、あざまママ、あみぴ、あみぴ、チンアナの日でも、もう、いろんな日ありすぎやろうか。下行ってしまった。夜景、そう、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、頑張ってください、ありがとう。手料理食べてて、このご飯を、ま、ん、あー、多分あれかな、あのね、ぽっくり行くまでね、食べたいなみたいな、結婚してください。まあ、手料理食べてて、いや、それは嫌。反応に困る。なんかでもなんかね、もうちょっとちゃんとね、ちゃんとあのちゃんとしてほしい、ちゃんとしてほしい。いや、それでもちゃんとしてるんだけど、なんかあの、もうガチでも覚悟決めてますみたいな感じ感じを見せてほしい。もう真剣に、笑いなし、もう真剣勝負。そう、真剣勝負で、もう真剣な、もう眼差しで、でもうにやけもなし。大輔さん、ありがとう、バラ10本。女子は高っところでプロポーズ、うん、好き。やっぱ特別感って最高です。食べた、いいんですよ。ちょっとベランダで練習して。おもろすぎるでしょ。あ、マリーナがあの高いところで、あの膝もぞくれるの、いいんだ、よし、ベランダ行こう。かわいいよね、丈夫じゃないですよ。阪神の優勝、うん、そうなんだ。アリンコと、あ、アリンコともユニバ、あ、もうなんかね、だからさ、ユニバとかディズニーってもう約束がね、あの確実な約束じゃない時多いけんね。なんか、いやでもディズニー行きたいねみたいな、だから本当にあの、なんだろうね、現実味帯びてはいるんだけど、なんかちょっと先の予定になりがちな約束だよね、やっぱこうディズニーとかユニバって。豊洲のバーベキュー、いない、屋根付き、いない、何それ、すごい。んー、梅田から大阪まで一本道だよ。あー、いいな、極細好きだけど人がいい、そんなあんの、びっくりしたんだけれど、うまいな。ほんとだ、一袋182やって、ってことはこれ極細より普通のポッキー食べた方がカロリー低いよ。ユニバはね、20分で行けますけど、めちゃいいやん。うん、ふんふんふん、うん、ツナサラダさん、ありがとう、流れ星10個。
日常生活の中ではダメなのね。でもわかんないね、これはもう今の私はそっちがいいよって話でも、あ、その特別感がある方がね。でももしかしたら年を重ねていくごとになんかそういうのじゃなくて、もうなんかそういう日常生活でもうバンって言ってくれた方がいいなってなるかもしれん。わからん、そこら辺も変わってくる、うん、好きな食べ物とかあんま変わらんけどね。そういうなんかちょっとこう、ね、人間の考えって変わりますからね。格闘技はほんとそんぐらいよ。アジャマス、あ、スパイファミリー、あ、アジャマス、あ、スパイファミリーの映画配給も見に行かんといけんしね。もうなんか楽しみ、めちゃ楽しみなんだよね。でも普通に一人行こうかなそれこそもう真剣勝負なんで、もうひなたやばすぎる。こんばんこんばんは。マリーナに会いたくて会いたくてふんふん、あ、リンコリンコ、エヌさんこんばんこんばんは。ね、びっくりするんだけどそんなカロリーあんだ。うん、どうやって合わせんといけん。久保田さんもえ、でも私も多分ね、だからそういうダメなんだよ。このなんかもう噛み応えがあるやつじゃないと。いや、でも食欲が強いから、その食べることを、なんて言うの、食べた感が欲しいんだよね多分自分の中で。だから食べた気がしないものってね、あんまり得意じゃない今はまだ。これが多分大人になっていくと、もうちょっとでも全然いいなみたいな、もう満腹みたいな、お腹もね心も満腹ですみたいななるんじゃろうけど、本当に自分、皆さんが思ってるぐらい以上にね、ちょっと食べる人なんですよ多分。多分一食食べるぞってなったらめっちゃ食べるみたいな人。そう、なんか朝昼晩ってもう全部もう食べる食べる食べるって感じじゃないんですけど、そのなんか量がね。だけど3食の1食めちゃくちゃ食べるとか、なんかそんな感じ。ぶっとわさん10個ありがとう。チョコ多くなってる、あ、そういうこと。こんばんは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 、みんなこんばんは。はい、まりあちゃん好きな食べ物ってなんだっけ。むず、パスタかな、ミートパスタ。お母さんのミートパスタ、でもパスタは別にお店でも美味しいか。マリーナウチーです、あーどうも。なんか結構何でも好きよ。トーマス、あー嬉しい、ウチーさん生きてたのね、やったやったね。またね、また皆さんに見ていただきたいですね、そういう機会。固くてビターでね、トッポも私も好き。リサティーブさんこんばん、ツナサラダさん10個ありがとう。かわいい服ね、かわいい。さっき服買おうか迷っているけれども、なんか多分それこそ稽古がさ、ずっとボンビヨーンってなるから多分服いらんなって思います多分ずっと毎日レッスン着みたいになるからそう、リサティーブさん10個って言ったっけ。カズさんもクマちゃんありがとう。クマ、回転寿司はそんなやったやん。あ、回転寿司はでも寿司はあんまいっぱい食べんかも。寿司とかじゃない、食べ、どうなんだろうね、めっちゃ食べようと思ったら食べるんかな。うん、やばい、ちょっとこの人やばい、やばい、この人なんかうまいこと言っとるように見えつつ結構やばいこと、えぐいとこと言っとるし、飛ばそうやばいやばい。アリザディーバさん17個ありがとう。ハートもありがとう。流れ星もありがとう。ステージ立ってるね、嬉しい、そんなこと言ってくれるもん、ありがとう。ペペロンチーノ、あ、ペペロンチーノあんま食べんかも自分。食べるとしても、うん、
そうね、ペペロンチーノはあんまり考えないわ。でも美味しいよね。だからパスタはもうね、何でも好きよ基本。カレーめっちゃえぐいカレー、あでもペペロンチーノってさ唐辛子入っとるやん、だいたいそじゃけん抵抗感あるよね。マリナナね、知りたいよね、美味しいよめちゃくちゃ。山口県オッケー、わかった、了解した。安田さんこんばんは。マリナメイク変えた？え、どんなメイク？なんかね、今日ね、なんかこの下にもアライン引いた。なんかね、そうね、ちょっと今日濃いのかな、分からん。目がちょっと濃い、あ、危ない、落ちるかと思った。目がちょいと濃いですね今日。うん、目がちょい濃い。美人、え、 X 見てスーパーでポキで、お、いいね。あ、そうそう、写真あげたからぜひ X も見てください、お願いします。そしてインスタグラムもよろしくお願いします。服をくれない奇跡が進んでしまった。奇跡？山賊のおにぎり2ついける？どうだろう。あ、山賊のおにぎり大きいんですよね、山賊おにぎりそのまんま。美味しいよね、いろんなのが入ってるから2個食べようと思えばいけるとは思う。お菓子も値上げでね、もうほんとピエンだよね、何でも値上げだ、ピエンピエン。パスタ作る？パスタですね、パスタはなんかまあ作ろうと思えば作れる気がする。何パスタかによるけど。ブチ嬉しい、あ、ブチ嬉しい、いいね、ブチ嬉しい。山口弁ね、なんか実家に帰るとね、どうなんだろう、わかんない、でもそんなめちゃくちゃ抜け取るわけではないと思う。なんかでもさ、そこへ方言の話しとる時に方言なんか出にくくなる。なんか意識しすぎると。ウォンカとチョコレートか、あー、あれか、チャーリーと、チャーリーじゃなかったっけ、ウォンカだっけ、あ、でもウォンカって名前だよね、あれ、ん、なんだっけ、チャーリーとチョコレート工場だっけ、ん、ペペロンチーノが、はい、オッケーです。アイメイク、本当、うちはボンゴレとミートソース。ボンゴレってなんだっけ、ボンゴレ反射神経、待って、なんのやつだろう。ニンニクか、ニンニクね、ニンニク私ね、そんなめちゃくちゃ得意なわけじゃないんだよね。そう、ニンニクね、ニンニク好き、みんな。すべてフォローチありがとう、こんばんこんばんは。うん、 X かわいい、ほずみさんありがとう。あ、季節ね、あのね、季節ね。かずさんこんばんは、つねちゃんさんもこんばんは、ビギナーさんありがとうございます。じゃん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 、コメントしててね、ありがとう。パスタの素か、パスタの素便利、バジルのソースにアサリとかも、あー、絶対美味しいじゃん、アサリ、貝って美味しいよね。あの、なんかなんであんなにいい味が出る、アサリの汁とかめっちゃ美味しい。パスタでした、あー、いいね、パスタが食べたい、パスタが食べたい。ゲッターさんこんばんは。山賊焼きの肉丼もおいしい、あ、おいしい、あ、肉丼もおいしいね。あさりなんのように、つねちゃんさんこんばんは、こんばんは。ああ、そういうことか、そういうことね。ニンニクね、かわいい、ありがとう。ペスカトーレ、やばい、なんかみんな、え、みんな横文字もしかして強い人、スカトーレってあんま頼まない私。クリームウニパスタ、あー絶対美味しい。ウニもね、私ウニは食べれるけど、なんか物によるウニって。バンマリナバンマリナ、プティのお嬢さんありがとうございます。ダルマジッコ、ビアンコ、白ロッソが赤、ちょっと待って、ん、横文字だ。あ、料理ね、確かにほどほど、あ、それはそう、ほどほど。あさり、ありさ、ありちゃん、ありちゃんに会いたいな。ありちゃんってさ、会うだけで癒されるよね、なんかそこにいるだけで癒しだからさ。こんばんは、福ちゃんさん、ジェノベーゼの美味しいお店を探して
てるのでと教えて。ジェノベーゼってなんだっけ、ジェノベーゼパスタの種類、ピザはマルゲリータしか勝たん。ピザね、ピザも美味しいよね。もうだから私はなんかそうね、うわーでも、むずいね。なんかもうね、世の中美味しいものありすぎて、なんか、うん、何が好きって言えないや。もう最近作ったキャベツとしらすのアーリオリオパスタ、簡単やしなかなか美味しかった。美味しそう、しらすいいね、しらす美味しそう。なんかしらすピザとかにもよく使われてるよね。東じいさんどうも。よし、飛ばして、50マリーナカリオありがとう、カズピオンさんありがとうございます。小麦好きな今、あーそう確かに好きかもしれん。うん、試しなら今日京都来たらいつでもどうぞ。ほぼ週一行ってる、仕事やけど。仕事仕事行ってるの？いいね、京都、京都でも普通に行きたいな。京都、京都ね、京都、私京都の金閣寺銀閣寺見れてないわ。やばない？普通みんなが修学旅行とかで行くやつなんだけどさ行ってない、行ったことない、見てみたい。ちゃんと教科書だけじゃなくて生で見てみたい。どうする、みんな金閣と金閣寺と銀閣寺どっちかしか見れませんって言ったらどっち行く？私は金の方行きます。あさり、なんかあった酒蒸し、なんだっけ、なんかあったよね芸人さんのやつ、なんだっけ。あ、かまぼくらパスタ久しぶりに食べたいな。なんかさ、え、五右衛門、五右衛門多いよねこっち、めちゃくちゃ五右衛門行きたいな。パスタ屋さん美味しいとこ多いよね東京って、ありがたいわ。まあ量がね、めちゃ量っていうかそのお店の量が多いから、店舗がノアピ、あね、ツイッターで見ました、 X か、 X で見ました、可愛かった。え、絶対私あの子売れると思う。なんか結構人気、人気、いや分からん、そのなんかね、誰がそのそこまで詳しくはさ、ちゃんとこう分かってないんだけど、絶対人気になるっていうか、なってるのかちょっと分からないですけれども、んね、なん普通になんか可愛かったし、なんかオーラがあった。こんばんこんばんは。バジルやパルメザンチーズ入ってるやつよ、ジェノベーゼ。え、パスタの話だっけそれ。いいね、同じ事務所の、そういるの、吉田あかりさん。ナポリタンにラー油と七味かけて食べるの好き。いや七味か、私あんまそういう辛い系かけんけんな。すごいね、でもすごい食べ方、なんか2ですね2だな、2だな。辛いの好きじゃないよ。辛たかな、ピラフ、あピラフいいね。なんとなんと、こんばん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 は。うんーわー、銀意外と多い、もしかして。あやぽんさんどうも、10を3つありがとう。こんばんこんばんは。大谷家のパスタ食べてみたい。みんなに、なんかみんなに食べてほしいパスタ、あの母のですか、当時のまま。あ、すごっ、金は剥げるんかな。三久野さんありがとう、14個ありがとうございます。うん、バジルの香り人入れるパターンもある。うん、いいね。こんばんこんばんは。うん、
焦点、自焦点は室町時代のまま。そうなんだ。それが良さなのね、銀閣寺の。確かにね、そのまま残ってるのっていいよね。なんかすごいよね。だってさ、どんなにさ雨が降ってもさ、どんな強い雪、重たい雪、雪が積もって重たくなってもさ潰れないってさ、すごいよね。強度、どんな強度なんだよって思うよね。結局ななちゃんさん、こんばんは。ね、背高いよね。写真悪用された。え、怖っ。私がトップティーのお嬢さん、ありがとう。ハート10個、ありちゃん。1歳、1歳ってとこあんの。アリンコのサインあんの。ねえ、かわいい。のわりさん12時間ありがとうございます。あ、ピラフね、こんばんは。広島焼きのおすすめのトッピングよ。え、広島焼きトッピング、え、おすすめのトッピングなんだろう。あんまりこだわり、なんか私あんまトッピングしない人なんですよ。ん、トッピングしない人、なんかプラスでなんかこの自分流のなんかやろうみたいな、あんまりしない人だから。お疲れ様、ありがとう。はい、じゃあこんばんは、ありがとう。夏葉さん10個ありがとうございます。あつみさん可愛い、ありがとう。ファンミで出して本当、じゃあ出すか。日本のね、本当それだよね。自称うち、あ、6か、すごいな。舞台ありがとう。こんばんは。ツンタンさんもありがとう。最近油そば、あー油そば美味しい、あー美味しいよね。あ、ごめん、あのさ、瓦そば、違う違う、ちょっとそば多すぎて、あの汁なし、あ、汁なしさんタンメンそばじゃないか。でも、あ、油そばも好き。油そばはね、どこで食べたっけな、なんかね、東京で食べた何回か。ゆなさんありがとう、10三つありがとうね。大輔さんもありがとう、流れ星。大葉のトッピングにマヨネーズで、なあ、かわいい。何でもニコちゃんマーク書こう。あ、そうなんだ、金閣。あ、だからなんかさ、どっちかしか見れないみたいな、なんか学校のさ予定とかでさ、あーでもこっち行けんねーみたいな。50分、なんてこった。じゃあちょっともうポッキーが一袋終わりますので、これ食べたら告知などランキングなど読みたいと思います。いただきます。ぎっと頭にきた、うまかった。はい、それではね、なんか早いよね、それの。じゃあランキング読んで舞台の告知して終わりたいと思います。それでは16位から発表します。16位、アリサーディーバさん、ありがとうございます。そして15位、トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。そして14位、ノワールさん、ありがとうございます。そして13位、 BPM さん、ありがとうございます。そして12位、スマートさん、ありがとうございます。
そして11位大輔さん、ありがとうございます。そして10位、今まだふーちゃんの中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして9位、アスタンさん、ありがとうございます。イエーイ。そして8位、グッドアースさん、ありがとうございます。イエーイ。はい、そして7位、松田さん、ありがとうございます。イエーイ。そして6位、モベさん、ありがとうございます。こちらありがとう。そして5位、スヌタンさん、ありがとうございます。そして4位、フェルナンドさん、ありがとうございます。イエーイイエイイエイイエイ、ありがとうございます。そしてここから壇上です。第3位、かまちゃんさん、ありがとう。目刺さった、ありがとうございます。ありがとう、痛かった。そして第2位、 D3 さん、ありがとうございます。イエイ。あざまる水さん、よいちょまる、ありがとうございます。はい、そして今日のハイヤル第1位は、ドゥ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 、平津賀さんです。ありがとうございます。イエーイ。この配信にね、虹をかけてくださりました、ありがとうございます。平津賀さん、ありがとう。危ないコメントちょっと多かったですが、はいはい、ということでですね、皆さん今日もね、来てくださってありがとうございました。じゃ最後にちょっと告知をさせていただきます。ディディーン、今日情報解禁がありました。舞台ドール、アトリエファンファーレ高円寺で行われます。期間は2023年の12月13日水曜日から12月24日月曜日まで、でチケット発売日が11月12日。わあ、ありがとう、くまちゃん、平塚さん、ありがとう。謝罪くんもありがとうね。11月12日日曜日12時からとなっております。詳しくは X にてよろしくお願いいたします。で X はですね、こっち、そして Instagram は下にありますので、まだフォローしてないって方もぜひフォロー、あ、X を、ぜひそっちで確認、あの情報を確認していただいて、でまだフォローしてないよって方がいたら X のフォロー、そして Instagram のフォローよろしくお願いいたします。はい、てな感じです。でこの作品は、あの、そうですね、女子高生、まあ、5人をね中心に、さまざまな思春期の悩みあったりとか、あのあどけないね、あの女子高生の、あのちょっとした、あの青春の青春な部分だったりとか、本当に今の時代を、あの今の時代ならではのお話だったりするので、あの女子高生でね、まあ、最後はちょっとあのみんなで自殺をしてしまうんですけれども、まあ、そのね、そこに至るまでの少女の物語だったりとか、あの、まあ、ちょっとね、した表情の動きとか、そういうものを見ていただけたらなと思っております。はい、てな感じで、今日はねポッキー&プリッツの日だったのですが、皆さんはポッキー、そしてプリッツは食べましたか？まあ、食べたっていう人もね、あのちょくちょくいたんですけれども、あ、そうそう、私は A 班、そして B 班があるんですけど、うん、B 班、 B チームでございますので、そこちょっとね、あの間違わないようによろしくお願いします。結末は、まあね、結末はなんか別にこれは多分言っていい、まあ、その元のね、そのこの原作があって、まあ、そういう、まあね、調べればもうすぐに出ちゃうんで、そう、そこはもうあれです。はい、まあ、てな感じで、ひらつぐさん、ありがとうね。くまちゃん、くまさん、ありがとう。くまちゃん、くまちゃん、ポッキー頼めながら、おいいね、私と同じ。配信お疲れ様です、ゆっくり休んでください、ありがとうございます。食べたのポストしたアーモンドクラッシュポッキー一袋、
え、アーモンドのやつってさ、アーモンド、いや、トモコレみたいになった。友達コレクションみたいな発音、イントネーションになった今。あ、そうなの、129なんだ、カロリー。え、低いんだ、意外と。あれかな、量が少ないのかな。16分ですな。じゃあ、まあそうね、そうね、あとはなんか、いいことあるか。いいことあるか。うん、まあそうね。うん、まあ舞台の稽古とかもね、どん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 もうなんか進んでいくとは思うんですけれども、そうね、それこそなんかね、緊張と不安しかないっていうのは本当にそれしか言えない。そう、まだけど楽しんで演技というものを楽しめたらいいなと思います。そしてなんかもっともっとこの舞台を通して舞台に対する思いを強く、そしてなんか、あ、こういうことなんだなっていうのをちょっと分かりたいなと思っていて、なんだろうな、ちょっと いつものうん、そうね、今までと違った演技っていうのは本当はこうなんだなとか、そういうのが多分今回学べると思いますので、それをちょっと吸収していきたいなと思っています。頑張ります。はい、まあてな感じでちょっと早いんですけど、今日はここで終わりたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。で、水曜日とか、まあ、ちょっと予定はね、また後々あの X とかでやりますので、自信持ってね、ありがとうね、自信持つ、ありがとう、本当にいつもありがとうございます皆さん。それではまた次の配信でお会いしましょう。それではバイバイ、 See you。 じゃんけんぽい、今日はチョキでした。そう、マリナさん、そう、 YDK やればできる子、みんなもやればできる子、皆さんお疲れ様、また会いましょう。だねー、おやすみ、みんなおやすみなさい、来てくれてありがとうね。